はい、グッドロッキーに来ました。中を紹介したいと思います。はい、ではオーナーの、元吉さんに、はいはい、お話聞こうと思いますが、よろしくお願いします。はい、でこのお店が始まったのが96年ぐらいということなんですけども、はい、はい、そうです。その頃はどんなお店だったんですか？最初は、古着が中心のお店、はい、うんうん、でした。はい、そうなんですね。もともとなんか古着とかはなんか扱ってたりとかしたんですか？そうですね、以前独立する前にいた会社が、うん、アメリカのロサンゼルスのトーランスってところに会社がありまして、はい、うんうん、で古着を日本に、うん、入れて、うん、そこでいろんな古着屋さんに卸すっていう会社がありまして、うんうん、 そうなんですね、そこに5年ほど勤めてまして、うん、でそこから古着をいろいろ、はい、ピックアップして、はい、お店を出したっていう感じですね。はい、このお店フィフティーズだったりシックスティーズ、はい、やっぱりのロカビリーの、はい、お店っていう感じなんですけども、はい、そもそもそのロカビリーというか、そのそもそも古着扱ったと思うんですけども、はい、どちらが先にこう、どちらが先というか、もともとそのお店、仕事始める前からロカビリーは、はい、もう、はい、そうですね、大好きでした。はい、そうなんですね。なので古着でオープンしたんですけど、うん、都内にいくつかあったそういうフィフティーズのメーカーさんの商品も、うんうん、入れて並べてました。うんうん、あ、そうなんですね。はい、もともと言ったその輸入してた、はい、会社自体に入るのもやっぱりそういうのが好きだからっていう、はい、そうですね、はい、そうなんですね。はい、もともとそのロカビリーっていうのを知ったのは、はい、そのファッション、洋服とかですか、それとも音楽とか、どっちが？ですね、音楽の方が早いですかね。はい、一番初めにそのまあね、子供の頃からとか、はい、まあ、一番初めに触れたのはってはどんな思いでありますか？おそらくクールスとか、うんうんうん、姉の影響なんですけど、うんうん、クールスとかオールディーズのものを聞いてて、はい、そのうちにクリームソーダという店を知ることになりまして、うん、そこから出るブラックキャッツっていう、はいはい、バンドに夢中になって、うん、ファッションと音楽がもう、うん、はい、そうですね、うん、はい、その初めクールスとか、はい、聞いたところ時も、はい、ファッション的にはそういう、なんでしょう、ロカビリー、そうですね、はい、うん、ファッションクールスなので、うん、デニムパンツにボーダーの T シャツとか、うん、はい、うん、まあ、ライダースとか、そうですね、はい、じゃあ、その頃は、まあね、まだまだ若かったと思うので、はいはい、そうですね、中学生でしたね。はい、そのまあ、原宿というか、クリーム相談もね、はい、ですし、まあね、で、はい、そうすると、あの頃の、ロックンロールとか、そういったことですかね、はい、なんだかファッションに。そうですね、はい。でそこから、始めてその、うん、まあ、古着まで行くんですけども、はい、その何でしょう、家庭でっていうか、はい、そのまずそこで知りました、クリームソーダ、うん、クリームソーダって割と何でしょう、そのオリジナルのものが多いじゃないですか、うん、そうですね、はい、割とこう日本的なファッションはい、っていう感じなんですけど、はい、そこからそうやって古着とかっていうふうに行ったのきっかけみたいなのとかあるんですか？はい、いろいろ掘り下げていったっていうのもあるんですけど、うん、ちょっと一部分なんですけど、うん、古着のそういう流行りというか、うん、はい、うん、のがあって、ちょっと古着の方にも走りましたね。うん、その頃の古着の流行りっていうとどういう、はい、まあ何が一番気に入ってました、どういうふうに、やっぱりフィフティーズのものですね。ちょうどその、まあ、その頃って古着がちょっと流行ってた頃だと思うんですけど、はい、フィフティーズのものって結構入ってきてました？入ってきてました、はい、今より全然多かったですね。そうなんですね、はい、僕がモッズを始めた頃ってやっぱりイギリスの古着ってなかなか入ってこなかったんで、はい、アメリカの、はい、まあ、タイとかは結構アメリカの古いものとかだったりとかっていうのが手に入れなかったかなって気がするんですけど、はい、なんかそういったところで、うん、あの頃だとお店っていうとどの辺があったんですかね、古着屋さんは。デプトさんとか、うんうんうん、はい、はい、あとはどこがあったかない、僕が行ってたのはセカンドっていう、うんうん、はい、今パラビオンっていう、はい、はい、それはどこにあったんですか？それは、青山ですね。青山ですか、はい、何年ぐらいまであったんですか？何年ぐらいまで、僕が16か7ぐらいの時 で、はい、で姉がちょうどセカンドっていう古着屋で働いてたので、うん、はい、でよく行って、うん、はい、
チェックしましたね。はい。で、さっき言ったところだと、はい、こう古着から今オリジナルのものに移ってきてるっていう話なんですけど、うん、はい、それはやっぱりその古着とかが手に入りづらくなったとか、どういった理由があるんですかね。そうですね、古着が手に入りづらくなったのと、あと、まあ、小売店がスタートだったので、うん、直接お客さんの声を聞いてるうちに、うん、こういったものが欲しい、こういったものが欲しいっていう意見を聞き入れてるうちに、こうオリジナルで、うん、では作ってしまおうかっていうので、うん、オリジナルブランドを立ち上げました。そうなんです、はい、そのオリジナルブランドですけども、はい、なんか何でしょう、こだわってたりとか、はい、ことっていうのはありますか。その古着が好きだったっていう。そうですね、あると思う。立ち上げた当時はプライスを一番前提に考えて、うん、若い子でも買いやすいヴィンテージの古着が高い時代だったので、うん、本当に買いやすい値段でみんなに提供しようっていうのが、そもそも一番最初の考えでしたね。ざっと見させてもらったんですけど、やっぱりそのフィフティーズだったりとか、はい、ヴィンテージのちょっとね匂いするものが割と多いかなって印象だったんですけど、はい、その辺のなんかこだわりというか、はい、どういうところから起こしてきてるんですか。型というか、うん、パターンは全てヴィンテージ50年代のものから、うん、はい、型紙を取ってますね。あ、そうなんですね。はい、そっか。で素材も、まあ、レヨン素材とかにこだわってやってます。じゃあもともとそういったところで、はい、輸入をしてた時に手に取ってたものを、はい、それを下書きにして、そうですね、ここで作ってるって感じですか。はい、そうすると割とそのこだわってその古き良きものみたいな再現しようとする感じのブランドなんでしょうか。はい、そうですね、はい、まさに、はい、そういった感じでやっております。うん、じゃあちょっと中のね商品とかも教えていただければと思います。はい、はい、ではちょっと話に出ていた、はい、ヴィンテージをなるべくこう、はい、再現しようというところで、はい、まあ、僕一番初めに目がついたのはやっぱりジャケットだったんですけども、はい、ありがとうございます。はい、これはどんなところをもうディテールにこだわったりとか、まあ、なんか紹介していただいて。そうですね、形自体は、50年代にあった形をそのまま、うん、はい、パターンを取って作ってますね。はい、で、まあ、こだわった点は色、この色の素材を見つけるのが結構大変だったのと、あとはシワになりづらいっていう、はい、これ生地は、はい、日本の生地、これはそうですね、国産の生地ですね。はい、風合いのいい生地、そうですね、柔らかくて本当に着やすい生地ですね。これは別に生地はヴィンテージではなく、生地はそうです、はい、ヴィンテージではない、今の生地ですね。はい、そういうというか、こういう生地があるんですね、今ね。そうですね、はい、じゃあ生地探しからやっぱりこう始まる感じです、はい、そうですね、はい、それってやっぱりこう、例えばこの生地を見つけるのっていうのは結構時間かかったりとか、時間、そうですね、納得いく素材を見つけるまでは結構時間がかかります。色もね、この微妙にこういい感じでディティールっぽく、そうですね、なかなか、はい、こういう色はないですね。これなんか色違いだったりとかは、色違い、はい、色違いあります。はい、これもなんか、まあ、ヴィンテージっぽい色ですよね。そうですね、ベージュ、そうですね、ちょっとこう、サシが入って、はい、いい感じにサシが入って、あとはブラウンですね。これ縫製とかは日本でやってる。縫製は、はい、全部日本でやってます。素晴らしいです。同じナスジャケットなんですけど、切り返したものですね。うん、デザインが入ってます、ね、はい、ツートンになってるものです、ね。こういったデザインも当時あったんですか。これも、はい、当時のものから取りました。うん、あ、そうなんです、ね。はい。はい。じゃあ次はシャツなんですけど、はい、ロングスリーブのシャツですけども。そうですね。はい。はい、これ生地はこれもなんかすごいヴィンテージ感じですけど。はい。はい、これも当時の生地に近い、うん、レオン100でこう刺し子の入ったかすりの入った素材を見つけたのですぐ、うん、はい、商品化しました。うん、どっちが先なんですかね。まあ、はい、シャツは割と定番というか形的には割とこう、はい、ね、皆さん着てるの定番っぽい感じなんですけど、はい、やっぱり生地を見つけた時に生地からインスピレーションとかってことです、ね。はい、そうですね、生地を見つけてからどの形に落とし込むかを考えています。うんうん、あ、そうなんですね。はい、デザイン先よりも生地先なんですね。そうですね、生地探そうが大変なんですね。はい、でこれをシャツ的にはどの辺がこう特徴的なんでしょうか。
オープンシャツとこのカラーですね、襟の形、はい、ジャケットからちょっと襟を出してきた時に、はいはいはい、あの美しく出る襟の形にこだわってます、うん、これも型は当時の。そうですね、はい、そうです。じゃ他のものも、はい、こういった胸で切り返したもの、あ、そうですね、このなんか胸に切り返し、はい、こういうのもね、はい、皆さんよく着てますよね。そうです ね、 ういうね、はい、これもやっぱり 50s だと。そうですね、 50s のイタリアンカラーの切り返しの、はい、形から取ってます。当時この辺の、デザインっていうのは、はい、もうアメリカのものなんですか、それとも海外からヨーロッパから来てたりするんですか。これアメリカですね。そうなんです、はい、アメリカでこう独自に行っても買う。そうですね、アメリカのゴールデンエイジって言われてる、はい、50年代の形ですね、うん、ちょっとウエスタンっぽいこう切り替えだったりとか。そうですね、ウエスタンのものもあります、ね、はい、本当にちょっと近い感じで、はい、ウエスタンシャツみたいなのなんか、あ、ウエスタンシャツもありますね、はい、そうですね、これちょっとウエスタンなんですけど、ウエスタンシャツは切り返しがあって、はい、ね、そうですよね、はい、こちらもウエスタンの洋服になって、うん、はい、やっぱり 50s だと、はい、その頃当時アメリカのやっぱり若者たちっていうのは、はい、そういうもう昔からあったこういったものとかを取り入れたりとかしていったんですかね。そうですね、はい、はい、じゃあ次はちょっと半袖のシャツを紹介してほしいんですけども、半袖シャツっていうとなんかボーリングシャツだったりとか、はいはい、アロハだったりとかっていうちょっとイメージがあるんですけど、はい、実際 50s っていうか50年代のアメリカではどういう感じのものが、はい、こちらはまあ実際にあったプリント柄なんですね。あ、当時のもの、はい、当時のものを、うん、再現した。はい。そうなんです。じゃあこれ生地オリジナルなんですか。そうです。これは、はい、うちの方でオリジナルで作りました。はい。いわゆるこのミッドセンチュリーっぽいこうカブっぽい。そうですね。うん、はい。当時のブーメラン柄、ね、ブーメラン柄、はい、そうです、ブーメラン柄ってありますよね、よく。そうですね、ブーメランのモチーフは何なんですか。ブーメランのなんかこう、はい、いろんなものにありますよね。そうですね、ありますね、うん、ハイダーだったりとか、はい、なんかランプだったりとか、ね、そうですね、ブーメランパレット、うん、はい、その辺のモチーフは、はい、そうですね、はい、アナムフィフティーズのなんか特徴的な、ね、そうですね、はい、それをモチーフにした、まあ、プリントから作って、はい、黒いシャツ。形的にはこれはアロハっぽいんですかね。そうですね、うん、はい、アロハシャツによくあるオープンカラーの、はい、アロハとかオープンカラーですね。そうですね、はい、じゃあすみません、これの特徴を教えてください。これは素材がレーヨンっていうのと、うん、あとチェックのオンブレチェックっていうカラーですね、はい、オンブレチェックですね、はい、そうですね、割と定番ですね。定番ですね、うん、まあ、昔っぽいチェックの風合いですね、うんうん、はい、ポケットはやっぱり両方ついてたりするんですね。そうですね、両方、はい、つけて、これもちょっとバイアスっていう、うん、斜めにポケットパッチポケットつけてますね。はい、そうですね、これも生地も国内ですか。そうですね、これは国内の、うん、はい、生地ですね。今はどうですか、いわゆるボーリングシャツみたいなのは今はないですかね、はい、そうですね、うん、本気は今ないですね、はい、うん、こういった柄のものもあるんですね。そうですね、これは今時のこれも当時50年代にあった、うん、デザインです。デザインというか柄ですね。あ、そうですね、はい、これもオリジナル、はい、オリジナルで作りました。はい、オリジナルのデザインの、はい、キーとかまで作っ て、そうですね、やってます、はい、うん、はい、では続いて小物を紹介してもらいたいなと思うんですけども、はい、ロカビのショップに行くと、まあ、定番でコームとグリースがやっぱり必ずあるなと思って、はいはいはい、で皆さんお店によって皆さんデザインが違うじゃないですか、はい、でそんなのをちょっと紹介してほしいんですけども、はいはい、グッドロッキンの、コームと、はい、グリースをちょっと紹介していただいてもいいですか。はい、今回ご紹介するのはこのブラックパンサーのフォームですね、はい、これは、毎回シーズンごとっていうか時々変えてるものなんですね。そうですね、これは変えてるもの、はい、定番ものとなんかチェンジするものとかあるか、はい、あります、はい、じゃあこれとは違った定番の柄のものともあるんですよね。そうですね、はい、その辺はじゃあホームページとかでチェックしてもらって、はい、チェックしてもらって、まあ、お店に来てもらってもいいですね、はいはい、
グリースはどうですか。グリースははい、こちらの2種類がオリジナルで作っております、うん、これは何かこだわりみたいなのはありますか。ですね、まあ硬さ、うんうん、はい、ツヤとかはもちろんなんですけど、うん、匂いですね、うんうんうん、匂いがこちらがメロンでこちらがバニラ、うんうん、はい、その色と匂い香りにちょっとこだわりが、はい、うん、あります、やっぱりその辺各職さんがいろいろこだわってますね。そうですね、はい、いやこれもね皆さんぜひ、と思います。で、小物なんですがもう1点ご紹介いただきたいですが、はい、こちらがタイバーと、カフス、はい、カフスボタンのセットですね、うん、ボーリングのカフスボタン、うん、あ、ボーリングのピンになってるんですね。そうですね、うん、素晴らしい、はい、なんかパッと見た感じもすごく本当フィフティーズっぽい感じですけど、これは、はい、モチーフというか、そうですね、これはヴィンテージで、うん、はい、当時50年代のものを私が持ってて、はいはいはい、それをそのまま形にで再現したものですね。そうなんですね、はい、じゃあもう先ほどからお話しされてるそのヴィンテージを、はい、身近に手に取れるような形で紹介するっていう、はい、そうですね、まさにね、はい、そんな商品ですね、はい、素晴らしいな。これはまあ本当年代関係なく僕もちょっとつけてみたい感じがしますね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。